誰か。佐藤康成さんですか。僕死体の第一発見者じゃなくて佐竹さんが先に。ああ、それを伺ってます。亡くなられた方の面識は。同じ部署ですか。報道部ですよね。僕に自殺の原因まではちょっと。不審な動きありませんでしたか。西さんに聞いてください。僕は西さんに言われただけなんで。ん？何を？だから特集の件は西さんに聞いてくださいよ。特集ですか。特集の件でしょ。僕のこと聞いたんじゃないんですね。何かご存知なんですか。知りません。僕は呼ばれてきただけなんで。誰にですか。西さんですよ。ここで会議されてて。記録では今日この部屋誰も使ってませんでしたよ。この部屋何なんですか。谷さん、いいですか。なんだよ。やはり自殺の線が濃厚みたいです。その方向で処理するように所長から。なんで所長。佐藤さん、通関パス落としましたよ。ん？持ってるよ。これ誰？すいません、落としたの佐藤さんかと。新人？はい、ご帰宅でしたら駅までご一緒いいですか。行こうか。はい。今日は散々でしたね。取締役員室であんな事件本当にあるんですね。大丈夫ですか。僕はいろいろな噂信じてませんから。ちょっと待てよ。なんだよ噂って。いや俺の。なんだよ俺の噂って。いいんですか。なんだよ俺の噂って。いや、その佐藤さん外部に特集を売ってるって。俺が。なんで俺が。元川先輩のデスクに座ってたって。なんで知ってるの。いたんですか。なんですかその写真。西さんに命令されたんだよ。何を。元川先輩の PC からメール送れって。
なんだよ、どこ行くんだよ。僕は聞いてません。何も知りません。は、いやいや、どうしたらいいんだよ。俺はどうすればいいんだよ。嘘でしょ。なんかするんですか。何もしなきゃいいじゃないですか。殺される。はい、俺も。何言ってるんですか。何ですかそれ。日産に送り次第削除しろって言われた資料、これ持って新聞社行く。僕は関係ないから。お前も知ったんだ。知ったから何ですか。日産に連絡します。なんだこれ。待って、ああ何なんすか。このまま新聞社に行く。僕は関係ありません。見ただろ写真、一緒のところ見られてる。なんでこ、もう、はあ、友達の新聞社に言えば一発だから。新聞社ってそれ裏切り行為ですよ。佐藤さん？いる。車内にいる。写真に写ってない。写真に写ってない。なんで写ってないんだよ。なんで？外傾静脈リンパ節、これで意識なくなるから。
誰がこんな特集作ったの？オンエアできなくなるんですか？ゴシップネタは報道では難しいかな。今再編集の準備を始めてます。じゃあ再編集は行われてる？はい、その担当は西さんが。俺？あ、俺ですか？え？まだやってないの？やらせてます、やらせてます。だろ？はい。じゃあ大丈夫ね。この特集は日本国民の命がかかってる。みやちゃん、開かないんだけど。開かないってことは誰かが外から鍵かけたってことでしょ？閉じ込められたってこと？特集を再編集するって誰の命令？報道部から。これどこで編集してるんですか？私に言われても。そもそもこれは誰の指示なんですか？あなたの責任は問題なくオンエアすることよ。問題が起きたら誰が責任取るの？私は関係ない。ここから出してくださいよ。私がそこから行くから。猿には見せていいものと悪いものがあるの。